はい、お疲れ様です、今日は会社の数字の話か。数字で失敗する人、成功する人、まあこれ結構、まあ俺もね、これ数字で失敗したんです。っごいこれ自分で学んだ。3期4期やってるんで14年やっとるんですよ。でまあ毎年会社は成長してますけど、まあ失敗しかけた時があるから、まあその自分の失敗談も含めてちょっと話せるとなと思って、まあちょっと俺全然考え方がここ数年すっごい変わってきたんで、まあちょっとこれ本当に勉強になると思います。あの個人事業主の人とか、まあ、従業員の人でも聞いてほしいな。社員の人でもやっぱ管理職、俺もこの話すっごいするから、社員にね、今もだからすごいそれって大事な話だと思ってるんで、これ本当に聞いてほしい。あんまり伸びそうなタイトルじゃないもんね。やろうかやらないか迷ったんですけど、伸びんとテンション上がらんしね。まあほんでちょっとチャンネル登録者1万人か、あの今日撮って、まあ2本撮ってるんで、まあもう1本ねさっき撮ったんですけど、チャンネル登録とそのいいねだけ、本当にお願いします。あのね、やっぱさ、今本当に1000万円のその一人親方と、まあそのサラリーマンとの所得の違い、給料、実際の手取りの違いみたいなやつをやったんだけどさ、それすっごい伸びててさ、なんであんな伸びてんだろうなっていうか、もうあれでテンション上がっちゃって、なかなかね伸びんもんね。一生懸命話してるんですけど、なかなかねやっぱいいねとかコメントとか少ないとさ、テンション上がってこんじゃん。でもやめたろかみたいなことはそこの動画で言ったんですけど、まあ今も完全にやる気満々なんであれですけど、あのぜひあのチャンネル登録といいねね、でコメントも、まあ、あの本当に勉強になりましたっていうだけでもうすっごい嬉しいで、ごちゃごちゃ返ってくるやつもおるけど、まあそれしょうがないけどね、思っとることだね。まあ言いたいんだって言わしとけいいやと思っとるんですけど、あのチャンネル登録とあのいいねは、あの別に俺にも分かんないし誰にも分かんないと思うから、あの別に恥ずかしいじゃん。なんか俺もいいねとかするの本当恥ずかしいんだけど、あの別になんか分かるわけじゃないしね、俺にね、相手に分かるわけじゃないから、ぜひあの押してください、お願いします。ちょっと入りで喋りすぎたね、ごめんね。もう2分も喋っちゃった。はい、じゃあ目次、まあいつも恒例なんですけど、コメント説明欄に目次リンクありますって、あのタイムのところを押すと、もうこれ飛べるんですよ全部で、まあもう、まあ、4つ5つぐらいに伸びとるかもしれんけど、あのスマホの場合はコメントのみ、あのコメント欄にも貼ってあるんで、両方貼ってあるんですけど、あの飛べるのはコメント欄のみなんで、あの気をつけてください。あ、まあこれチャンネル登録、いいねのメリット。あ、これまあいっか。いいねを押すと、あの結局何、いいねを押した動画って、あのいいねを押した動画リストって出てくるから、あのまたこの動画に帰ってこれるんですよ。だからあの何、ぜひね登録して、でチャンネル登録もそうだよね。動画あのチャンネル登録すると俺も不定期でこれ上げとるもんでね、あの更新したよーって、上がってきたよーって、面白い動画上がってきてるよーっていうのが、あの通知来るんでしょ多分あれなので、あのぜひ登録しますさいってことと、まあ、そこだな。で今日も目次、会社の数字の種類、まあこれはまあ、本当にいろんな種類があるであれですけど、まあ2番、会社、数字が会社をダメにする、まあこれは本当にもう経験談ちょっとしっかり語ります。で会社を良くする数字の使い方ね、でこれはまあ本当に何っていうとあれですけど、その自分の今を持っとるあれだでね、まあそんなもっとね何百億企業さんとか、まあ分かんないけど、まあ今これ動画見てる人って、その中小零細って言ったらあかんけど、でもこれからっていう人たちじゃん、俺も含めてね。だからそういう人たちってあんまりその本読んで大企業の話とかコンサルタントの話聞くとわけわからなくなるから、ぜひ聞いてください。ちょっといい話だと思います。ちょっと始めようか、ちょっと遅くなっちゃうわ。はい、じゃあ会社の数字のいろいろか、会社の数字のいろいろで言うと、まあこれはもうどうでもいいんだけど、まあまあまずあのちょっと勉強がてらちょっと聞いといてね。まあ今まだ勤めとる人とか、まだ一人二人でやってる子だと分かんないとかあるけど、まず売上とか粗利、粗利っていうのは原価抜いた額でしょ。で利益っていうのはまあ利益だね、現場あたりの利益でどうやって出すのか分からんですけど、で時間とか、まあ、率だよね、契約率だとか、でこれ それ書いてあるんだ、契約率、物損率とかね、何回物損したんやとか、で離職率とかも、まあ、リーダークラスになってくるとこういうのもうちではあるんだけど、クレーム率とかね、営業あたりのクレーム率で個数、まあ、1個アンケート1個
お前アンケート5個集めた、何集めたで、物損何件とかも全部そうだよね、契約何件とかね。でこの売上あらり利益というのはまあ数字の大きい数字ですけど、まあ個人だチームだっていうのもあるし、現場あたりの利益率とかね、現場の職人だったらそうだよね、あの利益、現場利益率とか、あの現場あらり、現場売上とかあるよね。うん、で期間あたり、まあ前期後期とかね、あと商品ごとの売上だとか利益だとか、まああるんですけど、まあこれはもうさらっと勉強っていうか、まあこういうもんがあるよって、でこの話を前提に次話するんで、そこだけだね。はい、じゃあ次行こうか。数字が会社をダメにするか。はい、最後言っちゃった。数字が会社をダメにする、まずそのね、何から話したらいいか分からないんですけど、個人の数字とチームの数字がまあ2番だけど、まあ1番数字は道具ってあるんですけど、なんちゅうかな、まあ3番数字はインセンティブかで、4番数字がいい人が評価されて、これ全部そのつながってくるんですけど、まずね、数字はなんか嘘をつかないとかよくドラマとかでもあるじゃん。だけどね、数字を扱う人が嘘をついたら数字ってどうにでも作れるんですよ。例えば現場のさ、利益額だったら別に適当な仕事しないでしょ、うん、だって塗料追加しんときゃいいでしょ、まあええやもうちょっと透け取ってもって、ただ早く終わらせりゃいいじゃん、うん、だからまあ塗装に限定した俺はイメージでちょっと喋ったんですけど、だから数字ってなんぼでも作れるし、その例えばよくあるのはね、まあ営業で言うとさ、まあ本当に昔うちもインセンティブなんですよ、利益に対して何パーもらえるみたいなことやってたんで、電話の取り合いね、会社の電話、ジムが普通フリーダイヤル出て、でどういうお客様ですかってなるじゃん。でも営業がもうバーンってもう出て、うん、で良さそうなお客さんか良さそうじゃないかをもう聞いてるみたいなね、その電話でね、あこの人なんか良さそうだなって、あのまだまだ先のこと考えてないなっていうかさ、そのもう今すぐ客なのか、まあ、まだまだそんなに焦ってないなっていうのを見て、今すぐ客だったら自分が行くとかさ。でも本当にだって会社にとってプラスなのっていうのは、あ難しそうなお客さんだな、ちょっとこう大変そうだな、大きいなと思うのは、やっぱり優秀な人が行ってもらった方がいいわけじゃん。で、ああこれはもう、まあ、こういう言い方するって言うかんけど、まあ、誰が行っても決まるなみたいな物件っていうのは若い子たちに生かした方がいいわけじゃん。だけどインセンティブすることで逆になっちゃうでしょ、もう本当に逆になるんだ俺マジで、うん、だから数字って本当にさ、もう会社をダメにするってもう本当のその通りで、その数字はすごい大切、うちもすっげえ細かく出るんだけど表が、まあ、それちょっと後で説明するんですけど、数字はただの道具なんだわ。数字でばっかりで人評価してったら本当いけない、うん、だからうちも俺もその話しかしない会社でいつもリーダーにも、うん、でね、数字で人を評価してったらお前おかしくなるぞって、うん、人の評価ってもっと奥、もっとその先にあるもんじゃないのって。でも数字で、まあ、メーターが必要だで、もう数字すっげえ細かくもうきちっと照れ合ってるけど、うん、だから数字がいい人だけが評価されるって、だって数字ってそのパーフェクトじゃないからね。だって数字経営者が数字って、そんなさっき言ったみたいな売り上げとかあらりとか契約率だとか、あんなもんはどんとでもなっちまうから、契約率でもそうなんだわ。例えばまあ分かんないことを言うとあれですけどね、現場を、まあ、2個に分離する方法もあるんだよね。契約してからまたもう一件ね、追加が出てもその100万の工事に対して例えば追加が出るとするじゃん、で110万になるわけじゃん。だけどそれをもう別件で立ち上げたら契約率が上がるんだね。まあまあちょっと難しい話かもしれんけど、だけど数字っていうのはまあ本当にコントロールできるよっていうの。だって俺はもう本当に今うちの会社はインセンティブないし、ただ評価はしてる、数字もチェックしてるし、あの評価はして、あのリーダーに上がるのが早い子ね、店長に上がるのが早い子とかそういうのはあります。だって現場の職人さんもそう、やっぱり一生懸命やったら数字ってある程度ついてくるし、うん、でも数字で全てじゃないな、数字を参考にその人たちをよく見てる、それがお父さんとかの仕事だと思うんだよね俺は。なんか子供数字でなんか評価する、ご飯が食べるのが早いだとか通知表がいい子を可愛がる、まあちゃうやん。
一生懸命やってるとか、まあ、一生懸命やってるなんで許されるのかってまたそれもちょっと違うんだけど、うん、だけど何ちゅうかな、上司っていうのは親じゃん。ということは人を育てるために上ってことでしょ。俺もそうでしょ、まあ、いろんな YouTube で竹田ことみたいなのもやっとるけど、でも俺の仕事って人育てることが仕事だもんね。別に俺が数字作るのがもう俺は仕事じゃないからさ、うん、人が数字作れるように育ててあげるのが仕事だしね、お客さんにとってプラスな子を引き抜いてあげるっていうか引き上げてあげるのが俺の仕事だよね。まあちょっとあんまりその話長くなるとちょっとあんまあれですけど、10分、うん、まあまあ、そこをさらっとね、うん、まあ、数字をダメにするよっていうのがまあちょっと分かってくれたから、うん、まあ、数字で、うん、数字は嘘をつかないけど確かに、うん、数字は嘘をつかないって名言かもしれんけど、数字は作れる、もうどうにでもなる。だからあんまりね、そういう数字数字数字になっちゃいけないよってことだな。はい、じゃあもうこれ最後か。まあ、もう10分回ってるんでちょっと早めにちょっと巻かなあかんですけど、会社を良くする数字の使い方か。あ、まあまあ今もちょっと喋っちゃったんですけど、なんちゅうんかな、まあ、まずうちはもうすっごい細かくチームごとで数字出てるんですけど、あのね、数字のことでごちゃごちゃ言わない、あのあんまりだって任してんだからもう、うん、でももうね、なんちゅうかな、うん、この会社が好きって、まあ、この大きい家族みたいなもんじゃ。だからこのみんなが好きだったら一生懸命やるから数字見たいって言うんだわ。あれ今月の数字まだ出てないですか、先月の数字まだ出てないですかって。でよく言うじゃでしょ、もう数字数字数字って言われると鬱陶しいわって。だって変に俺らがもう数字どうなっとんだ、ああなっとんだ、こうなっとんだ、もうテンションが下がるじゃん。だから俺もあまり数字の話しないんだけど、めっちゃ見てるからな俺。でもあーって、大丈夫かなって、なんであいつら数字悪いんだろうって見に行くことはよくあるね。見に行くって現場見るだけじゃないよ、なんかいろんなね、最近あいつらミーティング、どんなミーティングしてんのかなとかさ、うん、なんかこちょ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 やりすぎてんのかなとか、あとはその市場が悪い場合もあるでしょ、そのお客さんの反応がただ悪いだけの時もあるし。だからそのためのレーダーだけであって、数字どうなんなんで悪いんだとか、なんでバカ野郎とか、そういうことをやったらもうほんとモチベーション下がるから、うん、だから、うん、あんまりそういうことはまあ言わんように、まあ今これ社員が聞いてて、いや社長うるせえやんって思うかもしれんけど、まあ俺の中ではそうだね、まあ、数字は道具、道具って言って書くぐらい、うん、ただ本当にもうドラゴン細かく数字出して喜んでるのは社員だから、そんな数字なんか出されたら鬱陶しいわっていうやつなんか別にやめてきゃいいじゃないけど、俺はそんな別にね、楽して金稼ぎたいと思ってるだけだろうって、うん、いや数字って大事だろうって、で数字ね作りたいって思う、もっと自分が成長したいって思うために俺作ってあげてるからね、金かけてその数字出るようにしてるからね、すごい金かかっとるよ、うちは数字出すためにね、システム作ってくれてる人も何人も、ね、まあ、外注とはいえやってもらっとるしね。であとはもう、うん、まあ、3番4番で、まあ、そうそう、もういろんなことやりたくなる。まあ今これから個人事業者チームやってるリーダーでもそうでしょ、いろんな数字を細かけば細かくほど人を管理できるんじゃねえかって思ってる人、今この動画見ててね、もうそれもう赤信号だな、黄色じゃないな、あの管理するために数字あるわけじゃないから本当に。だから俺はそういう風になった時はもう細かく数字出したら、うん、なんか人を管理できるみたいな、どんどん会社つまんなくなってってさ、うん、だからそもそももう一番大事なことはもう挨拶できんやつなんか会社辞めてけなんだって、うん、仲間のこと大切にできんかったら会社辞めてけって、俺はもう楽しくやりたいもんでって、うん、だって数字を出せる子なんか別に大切にする必要俺はないと思ってる、数字なんか出せるで誰でもね。だから、うん、もう逆説的かもしれんけどさ、大企業だったら俺ちょっと分かんない、このクラスだからね、まあこう年商書いておるけど合計って、まあ2つ会社があって年商12億まあもっといっとると思うんだけど今、うん、だけど小さな会社でさ、まあ1人2人3人でもそうよ、仕事ができるけど挨拶もできん、なんか出ろっとうしいやつ、もうそんなやつ大切に、もうもし親分社長がしたらさ、誰もついてこんって、うん、で結局じゃあ利益が出てる現場だよ、でもお客さんが喜んでないとかね、入ってくる子がみんな辞めてっちゃうとか、その数字の跳ね返りの方がでかいからさ、
だから、だからその数字ばっかり目とらわれてたらいかんし、かそれで管理しようなと思う。だから まずシンプル、もう売り上げが出やいいしね、もう見てたら分かるわ、ほんと10人や20人ぐらいのところまでは。だから、まあ、まず簡単にね分かって、それが一番いいんじゃないかな。であとはまあ最後に性格よりも本当にスピード、もう俺本当にこれは本当に思うけど、もう何千円単位何万円単位なんかもうどうでもいいじゃんってよく言うんだけど、俺今 YouTube これやってるじゃないですか、本当に毎日タイムリーに数字をもう本当に5回も6回もチェックする。だからうちの職人さん社員でもやっぱモチベーションの高い子たちってしょっちゅう数字チェックしてる。チェックしなきゃからチェックさせるんだったら、お前らなんだ俺に言った数字、今日の数字どれぐらいだって言ってたって、いや分かんないですお前バカ野郎って、お前自分の数字も見てねえかって言ったら見るかもしれんけど、そんなこと言って見てもらってほしくないしね。でも俺も YouTube やっぱやってるともう夜中目が覚めて見るときあるぐらいだよね、気になっちゃって。だから自分のための数字だから自分をコントロールするためですよ。でもタイムリーに出るからやっぱ自分をそのなんか仕事なんかゲーム、仕事なんかゲームって言ったら失礼だけど、まあ言い方悪いけどちょっとね言葉が悪いけど、でも大事だよね、そのタイムリーに出るっていうことの方が俺は大事なのかなとか思うかな。だからあんまり細かく正確にやっていくよりもシンプルに簡単なものがパッパパッパ出てくる。で、ああ自分たちが今どこの位置におるんだっていうのがやっぱ分かれば仕事も楽しいしさ、まあ楽しくないってコメント入ってきそうだけど、そんなことされたらって、まあうちの会社にはそんなやつはまあ最低でもいらないしさ、俺もだって注意したりもうなんかごちょ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 言いたくないもん、別に従業員なんかやりたくない。なんか本当に一緒になんか会社やろうよって、でお客さん喜ばしろよからなんかねちゃんとついてくるからさ、で別にその後にも成功っていうなんかね、だから俺本当に金出してあげるから会社やれよって言ってるぐらい、だから俺それでいいと思う。ただじゃあ優秀だから頭がいいから成績がいいからって入ってきて1年で、挨拶もできん、人も大切にできん、そんなやつに俺もう1円も出さんな、多分絶対儲かると思っても俺がね、もうそんなことでもうやりたない俺は。楽しいやつとね一緒にやっていきたいなと思うけどね。まあちょっと長なりちゃったな、また17分でまた怒られちゃうなこれまあそんな感じです。まあちょっとためになったでしょうか。これねチャンネル登録、あいいねのメリット、これだけね本当にチャンネル登録とあのいいねがテンション上がりますので、皆さん本当にチャンネル登録といいねね押してください。でコメント本当に本当にコメント欲しい、あの本当に勉強になりましたありがとうっていうだけでモチベーション上がりますんで、もうアンチコメントなんかも全然気にならなくなってきたって、別に全然入れてもらって結構なんだけど、本当にありがとうございますの一言でも本当にテンション上がりますんで、ぜひよろしくお願いします。また見てねー。